どうも、ナイチです。さあ、連休が終わりました。皆さん、学校お疲れ様でした。まあ、おそらくね、この動画を見てくださってる学生の 81% ぐらいの方がね、まあ憂鬱だったと思います。学校行きたくねえなーっつってね。まあ俺も中学生高校生の時だったらそう思ってたもん。4連休後でしょ、行きたくないよ思ってたと思うんですが、まあ、本当に皆さんお疲れ様でした。で、今回ね、この動画で何を話すかっていうと、まあ、2つ話すことがあって、まず1個が、その連休前にこういった動画を撮ったんですよ。まあ、見ていただいた方ありがとうございます。で、このコメント欄、確かコメント1000件ぐらいついていて、その自分もね、書いたんですけど、目標書こうぜっつって。で、まあ、そこに書いてくれた方もいるだろうし、まあ、書いてないけど目標立てた方もいると思うんです。で、その方みんな、確認した？目標できたかどうか。それ絶対やってね。目標を立てるってさ、まあ、計画を立てるもそうなんだけど、めちゃくちゃ時間とエネルギーを使ってるはずなので、例えばさ、適当にあこれやればいいやみたいな、そんな決めないじゃん。ある程度やっぱさ、時間とかを費やして作ってるから、せっかく作ったんだから確認しよう。で、もし、まあ、自分もさ、ちょっと厳しめに頑張れよみたいな話をしたし、 できてなくてへこんでる方もいるかもしれない、もしかしたら。でもね、その、まあ、全部が全部よ。例えばこれをやるって言って一分も勉強しなかったら、まあ、それはめちゃくちゃ反省せえ、それはね。でも、そのできたものもあればできなかったこともあると思うんだよね。それは反省は必要だけど、褒めることも必要だからね。特に受験生とか、まあ、受験生じゃなくてもそうなんだけど、どうしてもさ、自分を落とす方に行きがちなんよ。できることとできないことがあった時に、できないことばっかりに着目しちゃう子って、まあ、ほとんどがそうだったりする。で、わかるんだけど、それやっちゃうとやっぱり自分が落ち込んでっちゃうんだよね。モチベーションもどんどん下がってしまうので、ぜひできたことはしっかり褒める、できなかったことはちゃんと反省するっていう、これを2つセットでやるようにしてください。それは今回の4連休だけの話じゃなくて、これからもそう。学生のうちだけじゃないよ、みんなが仕事するようになったりした時もそう、バイトとかもそうだけど、人って例えばいろんな項目があるわけ。なんかさ、ゲームとかでもさ、こうグラフがあるじゃん。これ、まあ、ポケモンで言うんだったらさ、 HP とかさ、攻撃、防御とかあるわけ。素早さとか項目あるでしょ。で、人間ってさ、もちろん複雑だから、そんな6項目とかに分けれないわけ。だって運動だけでもさ、水泳とか、じゃあ長距離、短距離、バスケ、サッカー、バレーとかいっぱいあるわけでしょ。それをさ、上げたらキリがないわけよ。で、いっぱい項目がある中で、できないことの方が多くて当たり前なんだから。できることの方が少ないんだよ、人間なんて。そうでしょ。で、人と比べた時って、そのいっぱいある項目の中で、人と比べた時にさ、一人だけだったらいいよ。でもみんな結構無意識に、あの人と比べて、この人と比べて、こっちも比べて、あっちも比べるってめちゃくちゃ比べてんの、いろんな人。で、しかも同じ項目で戦わないんだよ。この人とはサッカーで比べて、この人とはバスケと比べて、この人とはなんか吹奏、わかんないけど楽器で比べてとかやってるわけ。だって、この人とサッカーで戦ってさ、サッカーができる人と比べてるんでしょ？勝てるわけないじゃん。あ、もちろん、同じサッカーだけで戦ってる子だったら、それは戦ってもいいと思うけど、無意識にいろんな項目の別項目で戦ってんだよね。で、できないことばっかりを着目するから、自分って何もできない無能人間だみたいなこと言い始める。なわけあるかいっていう話よ。いいかい？自分の中にはみんなにはみんなの項目があるの。自分が戦える項目が。で、今、勉強って大きな括りになった時に、それがね、勉強がなかなかうまくいかない方もいるかもしれない。でも、勉強の中でも数学とか国語とか理科とかいろんな項目が分けていくわけ。理科の中でもいっぱい単元が分かれるでしょ？一回、一回大きなもので戦ってしまうと、どうしてもできないものに着目しがちになるから、そこは、ちゃんと頑張ったことは自分のことを頑張ったねって言ってやって。おい、俺も言いたいんだよ。言いたい。もう本当は、だってこの動画見てる時点できっと頑張ってんだから。いや、言いたいんだけど、俺が言うより自分自身で言った方がやっぱり効くよ。うん、効果は高いと思うので、ぜひこれから先、この4連休だけじゃなくって、できたこととできないことっていうのをちゃんとセットで見てあげる。自分に対してね。いや、見てあげるっていうのを癖としてつけてください。で、もう一個はですね、よくちょいちょい話に出してることなんですけど、普段は受験生向けにこれやってねって言うんですね。でも今年はですね、もう受験生とか関係ないです。その受験生じゃない方も、もしくは大学生とか社会人の方もたまたまこの動画出会ったら、ぜひちょっと実践してほしいことがあって、受験生って当然ナイーブです。めちゃくちゃ神経質になってます。だから人から言われたことも、普段気にしないことも刺さるんですよね。うわ、無理ってなっちゃうんですよ。で、今コロナの環境下なので、みんながス
ストレスかかってます。本当は普段かかってなかった、普段気にしない言葉も刺さりやすくなってるんですね。でやっぱり刺さりやすくなってしまうと、さっきの話じゃないですが、こう自分ができないこととかダメな部分ばっかり着目し始めるんですよ。でこれって意識的に止めないと止まらないです。無意識にどんどんこの泥沼にはまっていく、底なし沼にどんどんはまっていく感じですになっちゃうので、ぜひ1日1回寝る時でいいです。寝る時もしくはその寝る前に歯磨きしてる時、ぼーっと鏡見ながらね、自分鏡見ながらでもいいです。その日1日振り返った時に頑張れたこと、褒めポイントを1つぜひ言ってください。自分自身に対して1個でいいから、本当は3個なんだけどでも1個でいい。最初は自分自身に対して1日1回褒めどころを見つける、それをやってみてください。でこれをやっていくと、自分のね経験談です、自分はこれやってたことなんですけど、自分の経験談としては、最初ね夜育って寝る前にやってたんですよ。でもなかなか思いつかないんですよ、なんかあるかなって。必死にこう振り返って探し始めます。でそうするとですね、普段昼間とか生活していく中でそれを探すようになります。探すようにというか、意識的に、あこれちょっと俺頑張ったなって、そのハードルが下がっていくんです。みんなは自分自身に対する頑張るのハードルが高くなってる。こう人が例えばこれをやったら他人に対して頑張れてるよって言えるのに、自分が同じことやっても言えないんだよ。自分はここまでやんないと頑張るにならねえみたいな状態が起こってるので、ぜひハードルは下げてください。自分自身のことであっても、頑張ったことは頑張ったんだっていうのを言ってほしいのね。だから何が痛かったかっていうと、ぜひ寝る前とか歯磨きする時でいいので、1日1個自分を褒めてやってください。ぜひ自分が24時間過ごしていく中で褒めどころゼロなんてないから、自分自身を褒める習慣を一緒に作ってもらえたらと思います。そして自分の自己肯定感を高めて、モチベーションも高くなっていって、勉強も頑張るようになるから、受験も戦えるようになるから、そうやってねこれからも一緒に頑張っていけたら幸いです。ということで駆け足になりましたが、以上でございます。また次回の動画でお会いしましょう。それじゃあまたね、バイバイ。